おはようございます。一番気になるのはお値段でしょう。1800円。そして動画を見る限り追加されるであろうコンテンツは7点。二つ目にギアが追加されるとのこと。その数なんと100種類以上。前回のアップデートでは40種類以上でしたので気合の入り方が違うと思われます。続いて3つ目に追加されるステージですね。ショッツル鉱山モンガルキャンプ場は前作からの移植。スメーシーワールドは2からの新ステージになります。そして4つ目についに登場、腕前 S プラス以上の腕前 X。 気が狂ってます。計測中とあるのでリグマのようにパワーが出るのでしょう。5つ目にファンが待ち望んでいたアオリちゃんの登場。ヒーローモードをクリアしてない人は今のうちに急げ。はい、6つ目、おそらくヒーローモード追加ステージ追加コンテンツでしょうね。クリアで奥田装備か。最後は BGM の追加ですね。以上になります。